はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットをね、またランダム対戦というか、まあ、635010000のやつやっていくんですけど、今回はギャラドスの動画ですね。で、まあ、ギャラドスは昔からいるポケモンだからみんなよく知ってると思うんだけど、まあ、旧世代で変わったところというと、ダイマックスがなくなったことと、ダイジェットを打てなくなったんだけど、その代わりにテラバーストが何のタイプにでもなれるから、テラバーストを使って飛行技を素で打っていくと、相手のヒットポイントは倍にならないから、まあ、お釣りが返ってくるんじゃないかな、なんていうような感じですかね。型は多分至って普通で、竜舞して、まあ、一致技の滝登りと、今回打ちたい飛行テラスタルのテラバーストと、で、まあ、この二つで考えたときに、あときついのが、まあ、鋼タイプとかかな、みたいな感じだったんで、自信ですね。ナットレはいないので、通りを考えると、あとまあ、多分ミトムぐらいだと思うんだけど、まあ、草テラスタルより飛行テラスタル。飛行タイプが攻撃するときにすごく強いタイプだから、まあ、それをね、打っていけるって、飛び跳ねるをしなくていいっていうのが、ちょっと僕はいいなと思って、この方にしました。じゃあ、対戦の方どうぞ。はい、じゃあ早速ね、対戦の方やっていきます。相手あれか、ほぼなんかアメパにミッキュー入れたみたいな感じか。ただ、イルカマンがスカーフ持ってたりとか、マリルリが悪事できたりとか、雨展開したとか多分めっちゃ強い雰囲気はあるから、どうしようかな。ガッサ持ってきたいかな。ガッサとギャラも投げたいね、できれば。ギャラガッサで、あときつい寄りなのが、まあ、カバーを、はちょっと出せないな、いくらなんでも。僕もミッキー投げていいかな。耳ガッサギャラドスみたいな感じでいいと思う。初手イルカマン来るかな。そこで竜舞詰めるとほぼ勝てるんだけど。まあ、きついのはペリカンぐらいか。ギャラで初手で暴れて、裏耳ガッサでも多分詰めれると思うんだよな。ガッサから入った時に、クイックターンで、タスキを潰されながら、とかっていう動きされるのが嫌だから、デステラ巻きもいないから、ガッサは裏から出す感じでいいと思うね。超対面構築らしいなんか選出になったわ。対面構築っていうか、まあ、僕もカバとか、ロトムみたいにちょっとサイクル回せるやつ、さすがにね、対面性能だけでしか、考えないみたいな、ちょっと無理あるからね。あ、イルカから来る、オッケー。で、僕先にギャラで、竜舞積んじゃえば、どうしようもないと思うんだけどな。まあ、竜舞からで。ビルドやめてほしいけど、でもそれも一回引かなきゃいけないからね、さすがに。スカーフ、クイックターンみたいのが多分多いと思うけど。引いた。クイックターンしてこないのはなんでだ？ペリさん。あ、これは全くギャラでとりあえず突っ込んでいっていいかな。で、問題は、アメカで、イルカマンが帰ってきたときに、スカーフになってることなんですけど、まあそこはでもガッサで見ればいいから。ペリッパー処理しときたいか。あと多分厄介なのはギャラと、ミミッキかな。テラスタルで突っ込みたいな。ワンパンできるんだったら、あれなんだけど。暴風とか食らって、あ、でも D は高いから大丈夫か。2枚欲張りに行こう。で、これでテラスタル切って、テラジェットで、テラジェットってダイマックスと混ざったんだけど、あ、飛行テラバーストで、あー、なんかすごいペリッパーが飛んできた。高速移動はちょっと予期してなかったね。まあでもこれは逆に僕美味しいわ。ギャラドスとかさ、そういう、まあランドロスとかもそうなんだけど、飛行技がね、ダイマックス前提で使う技だったから、使えなくなるなーって思ってたんだけど、テラバーストすればいいやってことに気づいて。本当はこのギャラドスはね、カバルドンのあくび展開から出したいなと思ってたんですけど、まあ、こういうなんか通り放題みたいな時は、初手から出していってもいいんじゃないかなと。まあ、自家場がね、抜き性能としてはいいんだけど、僕は威嚇が好きだから、威嚇にしてます。レイドで自信過剰のギャラドスで個体値良かったからさ、で飛行で都合いいなと思って、自信過剰だったんで特性パッチで威嚇に戻しました。こんなバカな特性パッチの使い方をね、してるやつこの世界に僕しかいないと思ってるんだけど。これ止まんないでしょ。ギャラドスが。こう風船ついてんのマジでなんかさ、ピカチュウとかは可愛いんだけどさ、なんか、ギャラドスについてちょっと間抜けだな。
ミミッキュがいる。はいはいはい。雨に乗らせてもらえますか。ひるみがあるんでね。で、メガギャラドスと違って、じゃれが辛くないと。で、タスキも使い物にならないので、剣舞は多分間に合わないかな。影打ちは絶対耐える。剣舞じゃれとかはちょっと不安だけど。まあ、さすがに飛ぶでしょ。オッケー。まあ、ストッパーミミッキーがちょっと使い方難しいよね。あの、化けの皮が割れちゃうから、結局、助けまで潰れちゃうからさ。なんて言うんだろう。剣舞して、化けの皮割られて、助けで耐えて、ジャレ打って、影で詰めるみたいな動きが取れないから、そこがね、難しいなーなんて思ってたんですけど。これは先に積んでるから僕勝ち。まあ、僕相手だったら多分ギャラから入って、ミミッキーに引いて、ギャラ投げ直すみたいなことするんかな。オッケー。さすがに強いね。積んだポケモン、積むポケモンはね、こういう感じで、全抜きできるとちょっと楽しい気持ちになりますね。あー、まだいたわ。そういえば。え？相手なんか4体いない？待った。相手なんか 4体いるくね？なんならなんか6人いる。これ635011でさ、あの、シングルバトルのルールで戦えるように僕ルールを仕向けたつもりだったんだけど、なんか知らんけど相手6体選出してんだけど、どうなってんの。あ、これルール選んだ相手だったっけな。普通になんか選び間違えたんかな。シングル66とかって受けループが最強になれると思うんだけど、選出策が発生しないから。ただ多分ギャラドスで全部倒せると。なんなら6体貫けたわ。ギャラドス強え。はい、オッケー。ジジトでね、なんかアクシデントもあったんですけど勝ちました。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。どうなんだろう。この試合もギャラドスうまく使えば通せるんじゃないかな。まあ、それか一ムーでいくかなんだけど、ただ一ムーは割と通り悪く、いや地面の一貫、あ、電気の一貫切らない人結構多いんだよな。ギャラは投げるとして、カットロトムはなんとかしなきゃいけないから、まあ、ロトムとセットで投げる感じになる。で、積んじゃえば、多分飛ばせるからいけるでしょ。で、あと、重いのが、まあ、でも逆にあれだな、ガッサーに対して、カットロトム飛んできても別にそんな辛くない気がするんだよな。マッパで、削れるくね？ちょっときついかな。巨人音とか考えるとなるべくガッサを投げたいんだよな。ガッサ投げるか。ガッサギャラロトムみたいな感じでいきますか。初手からかロトム来るとちょっとめんどくさいけど、方針に引けばいいやみたいな感じで裏に置いてくんないかな。それよりもうちょっとなんか、ヤバめなところを。タギングルから来る。はいはいはい。タギングルの性能がちなみに分かんないんだけど、先制技持ってるかな。できればガンプから入りたいんだけど、放出じゃなくてガンプからでいいよな。あ、オッケー。こういうのが飛んでくるんだったらガンプ打っとかなきゃさすがにまずいから。これ多分草のロトムいないな、裏に。挑発であれか、なんとかしようみたいな感じか。ガンプ連打だね。引いてくるかな。引かない。おがえり。これで出てくるのが、ロトム。あ、ロトムいるんだ。だったらロトムにいきなりでもよかった気もするけど。タイングル出てくるのめんどくさいな。タイングル何打ってきたっけ。トンボ返りか。普通に物理型っぽいよな。ギャラで詰めるようになるか。まあロトム一回引いてボールチェーンされてもいいや、しょうがないから。僕も一回はロトムを投げ返しておかないと。放電。
相手ガッサ結構重い雰囲気あるけどな。まあ、オバヒ打ちたいけど。オバヒ、まあ、さすがにボルチェンの方がいいか。で、オバヒでロトム死ぬと相手ガッサ多分無理になるから。っていうのをウンタンやってるうちにギャラドスを通しに行きたい。めっちゃ悩んでるけど。まあ、引けない問題もあるかなと思ったけど、巨人オンがいるならまあ引けるね。戦術は割れた。どうしようかな。ギャラドス無理やり投げても成立する気がするけど、まあガッサか、さすがに。ギャラドス投げてもいいけどな。威嚇入るっしょ。竜舞して多分いけるくね。これで威嚇が多分あるから、まあ、岩手ラスタルとかさ、ちょっとわかんないけど、参るところで待っときたいんだよね。ああ、このね、参る対面を自分で作れるのがいいよな。なんならこう一回カットムにさ、引きたい話ない。僕の、滝登りとか考えると、巨人はさすがに落ちるんじゃないかな、滝だったら。硬いとはいえ。昼間まで考えると、まあまあブー悪そうだけど。引いた。ロトム。で、ギャラドスってもともと D が高くて、電気の4倍弱点がやばいだけで、別に2倍だったらそんな辛くないから、テラスタル切っちゃっていいと思うんだよね。テラバーストで。落ちると思うんだけど、どう？竜舞の 1.5 倍プラス、その1テラスタルの2倍で。まあ、1技で弱点つくみたいな感じだから。さすがに耐えないと思うんだけどな。オッケー。てか素で飛行技打てるのがやっぱ強えわ。ギャラドス画期的な性能になった気がするけどね、これで。飛行技はね、通り良くて強いんですよ。あと技の威力が問題かな、80だから。まあ自信は100出るんだけど、一致じゃないからね。一致技2つが90出ると全然変わるけど。これで多分ギャラドスを咎めれるポケモンがいない気がするけどな。タギングルー。ここはテラバーストでいいですね。てか無効化されないのがね、いい。飛行技はと。すり替え。あ、くちばし取られた。何を出してきた？高校の尻尾。それはちょっと困ったけど。で、いたずら心か、こいつ。まあ、こだわっちゃうよりは全然マシかな。ああ、高校の尻尾はちょっと考えてなかったな。巨人オン、うん。テラスタルはね、元技もタイプ1が乗るので、あ、元タイプの技も1が乗るので、さすがに落ちるか。待って、巨人オンってさ、ガッサでいける？ちょ、ググるわ。巨人オンってさ、特性なんか変なのなかったっけ？大丈夫だよね。あ、状態異常にならないのか。まあでもガッサ投げて、種ガンでいけると思うけどね。変なテラスターされるのが嫌なんだけど。変なテラスターは多分持ってない。種ガンで。まあ、ロトム圏内だからこれで OK だね。ちょっとヒヤッとしたけど。そうか、結構こういう感じでガッサー咎めてくるポケモン多いな。 OK、 まあ2連勝ってことでね、 GG。 ギャラドス割と僕好きだから使いたいけどね。まあお疲れ様でした。